吉田猫で、よろしくお願いします。いや、ふざけないよ。前回やらかしてるからね。今回もやらかしたらやっぱね、怖い。あれでだいぶそのよしきのマラソンでやっぱやらかすよねの印象がついたというか、弱きとレガシーで加速させた。レガシー当日2年ぶりです。2年ぶり10月毎週レースっていう3戦目ですね。はいはい、まあ今回はレガシーメインの動画になりますけども、はいはい、毎週レースがどうだったかっていう動画も一応上がるんで、そっちも楽しみですね。はい、今現状なんですけども、よしき絶好調です。絶好まあ来週水戸黄門万有マラソンが控えてるので、フルマラソン初戦から、うん、今年は自己ベスト狙いに行きます。それをやるだけの結果みたいなの出してる。先週岩手でハーフマラソン、まあ非公認なんですけども、はい、走ったんですけれども、ハーフの自己ベストが76分01から74分06になりました。2分更新。はい、そっから1週間しか経ってなくて、調整してない中体は疲労してる状態なんですけども、今回の目標としましては旅行も万有マラソンを想定したハーフマラソン、そうマラソンペース、しっかり自分の課題を決めて今回はレガシー楽しんでいくんですけれども、はい、ハーフマラソンだから今日のレースで1回もきついシーンはあってはならないのかなと。ああなるほど、そこかポイントは。ハーフを通過する感覚でいかないといけないから、きついけどきつくない、そう最後の最後までちょっと笑顔でゴールできるのがまあ理想っちゃ理想なんですけども、レガシーと僕の相性はまあ悪いとっていうところで、まあちょっとこうビビるところもある。でもさ今もさ気温16度、風ちょっと強いぐらいだけど。そうだね、どうすか。どうなんだろう、低血糖にならなきゃ。ハーフで低血糖って意味わかんないけどね。去年いくつだったの低血糖で止まって。1時間50分です。1時間50分、キロ5で行っても1時間45分とかなんで。やばいですよね。しっかり止まったんだ。しっかり止まった。自分の成長も感じれる試合にしたいなって、はい、10月入ってから毎週成長を感じて、毎週成長感じてる、うん、トレイルから流れが来てる、ね、かなり来てるね。全然下地が違うというか、はい、まあ、なんでもう初戦からよしき自己ベスト狙えますよっていうその今季すごい面白いでしょ。2年前の低血糖のリベンジと今年のよしきは違うよっていうところを見せられたらいいなとは思うんですけども、はい、あと1個保険じゃないですけども、こんだけレースが立て続いてると足にやっぱ支障は出てきます。アキレス腱がちょっと完全ではないっていうところ、そこも無理せず、それも絶対無理しちゃいけないからね。そうそう、だからもう絶対にこう来週の水戸黄門万有マラソンがあるっていうところだけは念頭に置いて、でも絶好調ってのは言っておきます。毎日治療行った。あ、ほんと、あ、いいね、ちゃんとケアしっかりしてる。今週治療だけ多分2万ぐらい使って、家賃は払わないです。ダッシュで行こうぜ。緊張してるのか。緊張してるみたいなくて、お前言ってくれや。すいません、言ってや。本日レガシーハーフマラソンニューバランス枠ということで、お前なんか取ってつけたようなポーズがお前。人のこと言えないんだけど。全身珍しく全身だったんで、ね、こういうとこ来ると思わなかったんですよ、ね、そうです、すいませんすいません、はい、後ろには安田美沙子さんです。芸人の渡里さん、横には都の弟。こんにちは、よしきさん、頑張ってください。なんかめちゃくちゃ生きてるこれ、その子最近結構生きてるよ、こいつマジで。インフルエンサーと勘違いしてんじゃん。だる、呼ばれたから出たのに。呼ばれたから出たのそんな止まっちゅう。止まっちり周平さんにニューバランスのブースに行くよっていうことを伝えずに、周平を全身の姿でニューバランスのブースに来させるっていう、本日のシューズ、本日のマギーみたいな感じで言わないで。今回レースで使用するのはこちらって感じで、おー、萩さんの後輩が、あれめちゃくちゃ来ますよ、萩一派。おめでとうございます。すごい険しい顔してる。ニューバランスのフュエルセルのペーサー V2。 懐かしいな、フュエルセルとか名前最近あんまり聞いてなかったけど、めちゃくちゃ可愛いな。めっちゃいいのこれ。いいんだ。めっちゃいい。履いてんの？めっちゃ履いてる。今ニューバランスの最高トップモデルがフュエルセルエリート V4っていうちょっと分厚めのシューズがあるんです。あるんだ。僕それを薄くしてより軽くしたバージョン、しっかりカーボンも入ってて、エリートってめっちゃ反発あるんですよ。フォーム材をちょっと薄くなってるから反発劣るかなと思うんですけども、僕は全然反発劣ってる感覚なくて、むしろ薄くなった分コントロールしやすい。ああいいですね。すごい足を回しやすいっていう印象があって、これを履いて走ってる時すごいなんか足が軽い日の状態想像できるというか、そういうイメージで走れるシューズです。これでレガシーを楽しく楽しめたらなと思ってます。
楽しく楽しめたら。こんな感じです。はいはい、じゃあしっかり履いてくださいね。はいはい。レースペースいくつなの？レースペースが80分。ちょうどちょうどここで別れて、またここで会おうってこと？はい。お前シャボンディショットか。これ全然話聞いてない。はい、シャボンディショットワンピースで、嘘、2時間後また会おうっつって、お前シャボンディショットかよ。だるいだるい。私はもうレガシーハーフ楽しんどいて。いや無理だろ。高くん走るって62分台で行きたい。いや、はい、まあそれも見つけられたらね。レガシーハーフマラソン一気にマッション参りましょう。ダッシュで行こうぜ。大迫すぐるスタイルかっこニューバランスバージョン。悪くないね。悪くない？悪くない。ちょっとアキレス腱とお腹が痛いけど。アキレス腱痛くて走っていいの？結構心配なんだけど。いやいやいや、ここまで行ったらやばいなっていう範囲自分で分かってるつもりだから。ああ、アキレス腱で痛みのことあったんだっけ？ないかも。それお前一番危険な時だよそれ。マジ気をつけな。まだマジ気をつける。やっぱ金ない人って浮気それなんの？違うよ。違うんだ。スタート前はこれが必須。加賀谷さんのウィンドブレーカー高校生。これ高校の時に日本中国韓国。あとスタートまで約40分。お、すげえ。めちゃニューバランスだ。確かに。そりゃそうだろ。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。頑張ります。ぶつかる、犬にぶつかる、犬にぶつかる。危ないの。あと30分前ぐらいですね。見てください皆さん、これこうやってスタート地点に向かうんですけど、すごい人数です。スタート行くのに10分から15分かかります、ね、なかなかない光景です。渡辺さん、おめでとうございます。レスキューの渡辺さん、お疲れ。これで優勝おめでとうございます。ありがとうございました、はい、いやすごいです。マジで今ほんと一人で不安になったのに吉川さんいたんで、はい、めちゃくちゃ安心しました。いえいえ、ちょっと頑張りましょう。いや、ナイスレスキュー、ありがとうございます、はい、渡辺さんどんぐらいですか？僕はそうですね、1時間19分。ということで今ヨシキを見送りました。メインスポンサーのニューバランスさんの大きい看板とともに、ランナーの皆さんもこうして、スタートラインに向かっているところでございます。2年前は一人で撮影しに行ったんですが、なんと今回一緒に来てくださる方がいます。どうも、渡辺エンターテインメント所属、二人静香の加賀谷と申します。加賀谷さんです。僕の思い出話をすると、加賀谷さんがですね、僕が大学1年生の時に、あのテレビ番組なんて名前でしたっけ？フジテレビの、はい、てっぺんっていう。てっぺん、あれで 100m かなんか走られてたんですよね。走らされて、あ、違う撮影させてもらって。そうですよね、はい、その時にめちゃくちゃ速くて、めちゃくちゃなんかキャラクターとともに僕がすごいインパクトを受けた。嬉しいです、はい、記憶があるんですけども、あの加賀谷さんですか？あの加賀谷。うわーすげえ。10年前になりますけど、もあれも10経っちゃうんすか？10年ぐらい経っちゃいますね。もう、うわ、今ちょっと鬼レンチャンっていうやつは出させてもらったりとか、はい、いやあれもすごい番組ですよね。まあ、そんな今も鬼レンチャンとかいろんな番組で活躍されておりますけれども、はいはい、加賀谷さん到着して、はい、今日本当はニューバランスファミリーで出る予定だった、本当は出る予定だったんですけど、はいはい、受付エントリーを鬼ミスりして、鬼レンちゃんの鬼から鬼ミスり出してませんか？鬼ミスりして、鬼ミスり出場できず。できず。本当は今日走る予定だったんですよね。そう、本当走る予定。何してんすかもう。僕芸人じゃないですけど、はいはいはい、やっぱり活動してて、はい、周りの9割が長距離選手なんですよ。あー、そうですよね。そうなんですよ。そうです、ね、もう気分が悪くて、はい、気分が悪い。短距離選手としては、はい、なんですけど、加賀谷さんは結構がっつり強キャラ短距離選手でした。そうですね、はい、結構がっつりやってたんで、日本体育大学でね。日本体育大学で、はい、400m 専門に、はい、400いくつだったんですか？47秒75。いや10年前の47秒って相当貴重ですよね。そうですね、あの時はまだ結構そこそこ速いって言われてる方、まあ、今ちょっとレベルがねおかしくなってますから、高すぎるんでちょっとあれですけど、はい、ちょっと本当今回、はい、僕はエントリーミスって同行させてもらうと。ああ、いや、ありがとうございます本当に、はい、いつも一人で寂しいんで、不幸中の幸いです。これから11、2キロ地点ぐらいの神保町付近に参りたいと思います。行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。すごい、すごくない？国立です。東京レガシーならではの感じで始まろうとします。さあ、スタート30秒前ですね。楽にこなしたい、この一本。2年前のリベンジもあるんで、ね、始まりました。僕 B なんで、今動き出さないんですけども、スタートゲート取ったら時計をします。さあスタートしていきたいと思います。刻んでいきます。よーい、ゴッ。やばい、全然進まない。やばいやばいやばい。さあ行くぞ。ちょっと雨が降ってきた。行ってきます。やばいな、全然
全然あれだ、スピード落とせない。やばいやばい、渋滞渋滞渋滞、どうしようね。さあ1キロ通過しました。1キロはねもうしょうがないね、これはね、しょうがない。ちょっと3キロぐらいまでこの感じ続くかな。とりあえず焦らず冷静に行きたいと思います。頑張ります。5キロ通過しました。見てください、ずーっと緩やかに下ってるんですよね。気持ちよく行きました。ちょっと1キロのロスを取り戻すために、ありがとう。ちょっとペース上げたんで、これから徐々にマラソンペースに戻していけたらなと思ってます。6キロ線、給水ですね、給水です。頑張れー。ちょっと出しすぎだね。頑張れ頑張れ、ダッシュで行こうぜ。スタートして15分後の経過して、エリートランナーたちがやってまいりました。はいはいはい、 ND ソフトとかね、いらっしゃいますけども、さあ日本人のトップ選手も来ましたね。西山、西山頑張れ、くん、さん、あ、高木さんだ、高木さん頑張れ、高木さん頑張れ、うわすごい、今こっち見た、多分。あ、マカランちゃん、マカラン頑張れ頑張れ。いやむずいな、黒帽子ね、黒帽子。いたいたいた頑張れ、どこ走ってんの？あめちゃくちゃ調子乗ってるやん。めちゃくちゃ調子乗ってるやん。さあ、まもなく10キロ。全然余力はまだあります。さあ10キロ。10分10秒。まあ3分30次ぐらいですね。ちょっと早いね。めっちゃ余裕です僕。まず落とせる。落とせるこれ。さあ。元気で頑張れ。できていいぞ。スタートしてからの80分のグループですね。ゴールまでに最後までここにつければ余裕で80分切りができるってことになりますね。出だしの2キロでした。さあ今12キロを過ぎました。2年前はここで僕は歩きました。3分40キロぐらいのペースで今行ってるんですけど、超余裕、気持ちいいね。落とせるんで、あ、ちょっときついなと思ったら余裕で落とします。まあ、リズムはこのままキープ、ちょっと頑張ります。あ、それですね、よく見つけましたね。よしきー無理か、よしきーよしきー、こっちこっちこっち、めっちゃ余裕。余裕だな、残りだから、冷静にいってらっしゃい。見送りました、見送りました、ね、お疲れ様でした。もう我々が抑えれるとかもう男もないので、踊りましょう、踊りましょう、踊れ。15キロ、18分12、本来なら18分50でいいんで、このままリズムよくいくか、本当に余裕を持って終わるか、まあ、迷うな。気持ちを落とします。気持ち疲労ためないために、状態はめちゃくちゃ楽ですね。さあ20キロ、20キロ、18分55、垂れてるんじゃなくてあえて落として、あのこのタイムですね。まあ、マラソンペースを落としたらどうなるかっていう、あの感覚で走ってるんですけど、めっちゃジョギングです。めっちゃジョギングの感覚なんで、ラスト1キロも気持ちよく開けたいところですけど、このまま疲労を残さないってことを考えて、このままにゴールします。ラスト1キロも楽しんでいきます。いや気持ちいい、入ってきた、この光景超気持ちいい。最後まで笑顔でゴールできそうです。ありがとうございます。さあラスト直線、いやリベンジ成功、よっしゃ、余裕を持って笑顔でゴールします。イエーイ、よし、 OKOKOK、
あ、全然全然、ちょっと足つってるけど、つってるんかい。まだ体力自体はめっちゃ余裕ですね。ありがとうございました。いや、大阪すぎるっすな。あ、すいません、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。仮想メダルゲット。すごい、タオルが真っ赤です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何か意識してる？まあ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 。何か、まあ、彼だよ。彼か。完全に。あの方？あの方です。ボルデモートみたいに言うなよ。でお疲れ様でした。マジでマジでお疲れ様でした。はい。まあ悪くないよね。いかがでした？そうですね、1キロがちょっと難しい感じになっちゃって、1キロを巻き返すために足を使って突っ込んだ感じがあったんですけれども、ラスト5キロはあえて来週のマラソンペースに自分からわざと落とした結果、非常に余裕を持ってゴールできたので、終始自分の課題と自分の状態と向き合ったレースになったんではないかなと思います。タイムも78分18秒ということで、78分台でこんなにこう余裕を持って走り切れたってことが今までないので、そこに関しては非常に満足はいってるんですけど、ただちょっとね、やっぱ前半はその足を使ってしまったっていうところで、ちょっと踏ん張ると足がつりそうな感じが出てきたので、来週のフルマラソンはやっぱりその突っ込むっていうところは絶対やっちゃいけないなっていうのを非常に思いました。めちゃくちゃ真面目。面白さゼロ。これがよしき。これがよしきやろ。これが本来のよしき。大嘘やろ。僕ね、78分で喋りながら走る。いやもうすごい、いやもちろん楽なのは分かってるんだけど、さらになんか楽だよみたいなのを誇張したいんだろうなっていうのがすごい伝わってきたけど、それはいかがですか？間違いないです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あこっちだ。かわいいなお前。そのぐらいやっぱね、2年前の変わった姿はね、見せたかったんだよね。違うね、それは違ったね。大橋走ってたよね。ペーサーも走らないような場所走ってたよね。周平も来たし、視聴者がこうカメラをこう撮ってくれるっていう通りに言ったから、あそこで走ることによって目立つじゃん。すぐねこう気づいてもらえるように。めちゃくちゃ分かりやすかったよ。 YouTube 魂だ、魂だね。本当お疲れ様でした。リベンジ成功、達成だね、成功。この動画見て、いやよしき今年はやってくれんじゃないのって思う人はチャンネル登録、コメント高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。